なるみるな。アニメリバースのネゴガホラ青役や、アニメプラチナエンドのカニサワモモコ役などを担当されていたなるみさん。2016年より声優として活動を開始され、2018年にはアイドルマスターシャイニーカラーズの三峰ゆいか役などで活躍されていました。しかし2021年10月6日に出演予定だった配信番組を開始30分前に体調不良で出演を見合わせるという発表がありました。開始30分前という直前の発表で、視聴予定だったファンは大変驚いたようでした。しかし、なるみさんの体調は回復せず、予定していた番組の欠席が相次ぎました。その後、芸能活動の当面休止が発表されたかと思えば、所属していたユニットサンドリオンからの脱退、ユニットのファーストアルバムの発売中止など、半月の間になるみさんの周辺は大変慌ただしいものとなりました。そして病状についての詳しい発表もなく、本人からの説明もないまま、2021年12月31日付で、なるみさんは声優を引退することになりました。声優としての活動は通算5年。声優活動を始められた当初は、飽きられない声優になりたいという願望を持って活動を始められました。引退当時は26歳と、まだまだこれから活動できるであろう時期に何が起きたのでしょうか。実はなるみさんの引退騒動には理由がありました。2021年10月7日、なるみさんが生配信番組の開始30分前に出演見合わせをした翌日のことです。暴露系 YouTuber のコレコレさんが、ある女性からの情報をもとに配信を開始しました。その内容は、アイドル声優 N が人気ゲーム配信者で YouTuber のモコーさんと付き合っていながら、起業家の元彼と浮気をしているといったものでした。コレコレさんに情報をリークした女性は、浮気していると言われる起業家と交際している彼女でした。その浮気は3年という長期間だったようで、モコーさんとお付き合いを始めてすぐにその関係は始まったようでした。浮気相手である起業家の彼女は、LINE のやり取りまで公開、赤裸々に告白をしました。コレコレさんのその配信では、アイドル声優 N としか言われていませんでした。しかし、リークした彼女は、アイドル声優 N がなるみさんであることがわかるようなリークを数多くしていました。ファンもすぐに分かったようでした。その後、なるみさんも事務所も見解を発表されていませんので、本当のところはご本人たちにしかわかりません。ただ、様々な動向が事の顛末を物語っているのかもしれませんね。千原みのり。アニメ鈴宮春日の憂鬱シリーズの長戸ゆき役や、アニメバイオレットエヴァーガーデンのエリカ・ブラウン役などで知られる千原さん。声優だけでなく、音楽活動も精力的に行っており、その歌声はとても評価が高かったといいます。高校生の頃から歌手になることを夢見ていた千原さん。高校の学園祭のカラオケ大会に出場したところ、話したことのない女子に、あなたの歌声に感動したと言ってもらったことがあったのだとか。参加したカラオケ大会はなんと優勝。歌手になることを目指し始めたようです。努力の甲斐もあって2004年に歌手デビューを果たしました。その後、鈴宮春日シリーズの出演が決まり、声優としても歌手としても着実にキャリアを積み重ねていきました。事件が起きたのは2020年の5月のことでした。週刊誌に千原さんの記事が出たのです。内容としては、バイオリニストと2010年から6年間の不倫関係といった記事でした。千原さんは独身でいますが、相手の方は家庭がある方でした。しばらく同棲をしていた期間もあったようですが、結婚を意識していた千原さんから、結婚ができないならと別れを切り出したとのこと。千原さん自身も記事に関して、自身のブログを通して、おおむね事実と認められ、ファンや関係者に向けて謝罪をされました。2021年には自身のライフワークにもされていた歌手活動を休止されることを発表されました。後に千原さんは歌手活動休止の理由に不倫騒動の影響を聞かれ、ゼロではないとお話しされました。2022年には所属されていた事務所、ホリプロインターナショナルを退所し、現在はフリーで活動されています。
最初に関して不倫騒動が尾を引いていたのではないかという憶測も飛び交っていましたが、千原さんは音楽活動を盛り上げたいと考えた時、自然と退所という方向に向かったとお話しされていました。現在の様子は千原さんの公式 YouTube チャンネルミノリズムにて発信されています。公に不倫報道の影響について歌手活動の休止以外は公表されていません。しかし報道前後の千原さんの露出の違いを考えると、少なからず仕事への影響はあったかもしれませんね。村川理恵、アニメのんのん日和の一条ホタル役やアニメ異世界カルテットのラム役などで知られる村川さん、自称永遠の12歳を名乗り、いつもハイテンションで元気いっぱいな印象です。しかしご家族の中でハイテンションなのは村川さんとお母様のみで、お父様と弟さんは至ってクールなのだそうです。またファンや仲のいい声優仲間からはリエションの愛称で親しまれているようです。そんな村川さんは現在、声優の並川大輔さんが代表取締役を務める声優事務所ステイラックに所属されています。しかし声優の勉強をした養成所は廃墟ボイスアクターズスタジオだったことから、デビュー後しばらくは東京俳優生活協同組合に所属されていました。当時は廃墟の最終兵器という異名をつけられたこともあったのだとか。そんな廃墟に所属していた時に事件が起きました。それは村川さんが担当するはずだったアニメアイランドが同じく廃墟所属の山村響さんに交代するという出来事です。これについてアニメの制作委員会が詳細を発表しました。村川さんの事務所から作品の脚本や内容の一部変更の要望があったとのことでした。しかし制作側がそれは難しいと対応すると、村川さんの降板の申し出がありました。作品としてアニメより先にノベルゲームが発売され、村川さんも作品のキャラクターであるガランドーサラ役を担当されていました。しかしアニメ化に伴い事務所側から作品へいわゆるテコ入れがあったのです。制作委員会としてもガランドーサラというキャラクターは村川さんに担当してほしいという気持ちがあったため、様々な可能性を模索していたようですが、結局降板交代という形となってしまいました。事務所側も交代に至る経緯に関しては制作委員会が発表した内容で相違ないことを公表した上で文書を発表。弊社の都合で村川を降板、不始末を深く心に刻み、信頼回復になお一層の精進を重ねると理事長名義で文書が発表されました。村川さんをはじめ誰にとっても好ましくないこの状況がなぜ生まれてしまったのか、村川さん自身もこの出来事の詳細をお話しされていませんので真実は分かりません。ただ事実として降板騒動の2年後、村川さんは廃墟を退所しステイラックに移籍しています。村川さんが心機一転、新しい事務所でも活躍できるようになるといいですね。ガヤの愛、アニメガールズ&パンツァーの武部沙織役やアニメ直撃の相馬の榊涼子役などで知られる茅野さん。その人気は日本国内にとどまらず、世界各国、主に中国からの人気も熱い声優さんです。そんな茅野さんは自身の YouTube チャンネルにて、10周年ラジオとして茅野愛の結んで開いてというタイトルでラジオ放送を開始しました。事件はこちらのラジオで起きました。それは2021年2月11日に配信されたラジオ152回のことでした。内容として、茅野さんは新作 CD のヒット祈願として、靖国神社に参拝したや、スタジオを移動するときに靖国神社を散歩するといったお話をされていました。これに反応したのが中国で聞いていたファンでした。靖国神社といえば、中国ではデリケートな話題でもあります。ニュースとして報道されていることでもありますので、配慮は必要だったのかもしれませんね。このラジオに関しては、私どもの認識不足によりご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでしたと公式がツイート。当該ラジオは非公開となりました。しかし中国側としてはそれだけでは陳謝に至らず、様々な作品の中国版で茅野さんの CV 表記が削除されたり、担当していたキャラクターが別の声優さんに交代となったり、
中国での人気も高かっただけに、その影響は大きくなってしまったようでした。2023年現在、日本国内でのお仕事に大きな影響はないように思われます。しかし2年経った今、中国ではカヨンさんの評価がどうなっているのか気になるところではありますね。今回は人気絶頂から転落した女性声優4選をご紹介しました。今後も声優に関する動画を上げていきますので、高評価、コメントをよろしくお願いします。